5点差なのにオスナを登板させた理由、ブルペンで作ってたからに決まってるやろ。誰にもわからない模様、型にはめて考えるタイプやから仕方ない。オスナは3失点がデフォだから点差ないと使えないんだが、ソフトバンクエアプか。それより点差小さいと怖くて投げさせらんないし。2点差で堀岡を出した理由、これがなければさよならだったかもしれん。このシリーズもう使えねえな、どうすんだよこの死刑囚。9回まで2点差だったし、もう型作ってたから全部投げるつもりやろう。むしろわかるだろ、今のオスナはやばいから接戦で出すわけにいかないわ。2点差なら普通にさよなら食らってたやろ。今年のオスナはそういうピッチャーやぞ。それよりもあの近藤の無駄遣いは何なんだよ。1点差でオスナ出す方がわからんぞ。そもそも追加点は9回に入れたからや、その時点では9回でオスナしかブルペンで投げてなかった、指導しようもないことや。オスナしかブルペンで投げてなかった、多分9回の追加点は想定なしで型作ってたはず。そもそも5点差やから点取られても A と手を抜いた説はないんか。自分のエラーは擁護不可やけど。秋山工藤なら明日から抑えはヘルナンデスにするだろうな。剣に自信つけさせちまったよな。ご視聴ありがとうございました。